です。最後は矢島倒れながら左足合わせました。シーンだけではなくて、はい、縦に行くな。片山から角田に通った。角田シュート、ランゲラック。またしてもランゲラックのスーパーセーブが飛び出ました。ランゲラックのこの出るタイミングですかね、はい、寄せるタイミングが絶妙でしたね。再三チームを救っているランゲラックのスーパーセーブ。最後開いているマテウスに通って足元を収めた。後ろから成瀬がいる。その成瀬に渡ってクロスが入って、金崎頭、キム・ジンヒョン。成瀬からのギリギリですけどね、よくキム・ジンヒョン走りましたけど、このキム・ジンヒョンの守備の高さ、反応の良さ。エリア内には3人、4人という選手がいます。さあサイド流れてドゥトラ、ドゥトラの折り返し、遠いところターゲットはカルリーニョス。シュート、よく防いだ林。エウシーニョのシュートですが、林が反応しました。はい、非常にね、こう簡単なボールじゃないと思うんですけどね、非常にこう抑えたいいシュートですよね。いいシュートでいい反応をした林でしたよね。まさに絶好調のイニエスタ。手前だ、面白いボールだ。足だ、足、キムスンゲの足。早くも今日も2度目のソフトストップ。この距離なんで少し後ろに下がるわけですけど、まあ、つま先しっかりとついてましたよね。それによって足が前にずっと出るような状況を作れてましたね。ただキーパーも西川、作戦連覇です。立ちはだかるかという守護神。としてはちょっと目線をキーパーと合わせずにコースを決めながら打ったシュートでしたよ。